あと第一線で当たっちまうなんて。くそ、俺の足さえ大丈夫だったら。源蔵、みんなもお前のいない分を補ってよくやってるじゃないか。三上さん、よし、後半もこの調子で頼むぞ、みんな。源蔵、お前も試合に出たいだろう。でも今は我慢、我慢だぞ。さあ、選手たちが出てまいりました。明和対南葛、後半戦の開始です。大空翼に日向小次郎、やるわね、二人とも。さすが、我が東邦学園が狙ってるだけありますね。ええ、でもエースストライカーは一人いれば十分。うちが必要とするのはどちらか、この後の試合展開ではっきりするわ。
南葛の勝利。試合前から事実上の決勝戦と言われていた南葛対明和の開幕第一戦は南葛が明和を下す結果となりました。南葛は大会前から注目されていたキーパー若林くんが怪我のため欠場というハンデがありましたが、南葛にはもう一人の天才プレイヤーがいたのです。やったな、翼。その名は大空翼。今日の試合は彼の活躍が全てと言っても過言ではないでしょう。しかし明和もエースストライカーの日向小次郎君を中心とした激しい攻めのサッカーを送り出しました。全くどちらが勝ってもおかしくない試合でした。これで決まりですかね。いいえ、決勝トーナメントへの出場資格は各ブロックの予選2位まで。手負いの虎ほど怖いものはないわ。大空翼、俺は認めんぞ。必ず貴様を叩き潰してやる。ヒューガ小次郎くんね。あなたをスカウトしに来たわ。優勝する自信はあるかしら。